はい、こんにちは、のさんとびです。今日はじゃーん、新しいジンバルを購入しましたので、こちらのレビューをしてみたいと思います。パンモードで、おっとおっとおっと、フェイユーテックのスコープ C という商品になります。今までミラーレス一眼用のジンバルというのは、ジウのウィーヴィル S を2年前にレビューしましたけど、それをずっと使ってきたんですけど、だんだんと壊れてきたんですよ。で、何か新しいものがないかなっていろいろ探しまして、クレイン M3 というのを購入して、しばらく使ってみたんですけど、α7 シリーズ十分使えるよっていうレビューが多いんですけど、実際に使ってみたら全くダメなんですよ。ダメっていうのはどういうことかと言いますと、これ、私がメインに使っている広角のレンズなんですけど、タムロンの 17-28mm レンズなんですね。ちょっと長さがありますでしょ。で、これ同じタムロンのものなんですけど、 28-200mm、 野外ではこれをメインにして使ってるんですけど、小型ジンバルっていうのは α7S3 が使えるっていうクレイン M3 なんですけど、実際にはちっちゃなレンズしか使えないんですよ。こういうレンズはもちろん、こういうレンズでもこの長さがありましたらバランスが全く取れないんですね。で、通常バランスっていうのはここの部分でこういう風にしてバランスを取るわけなんですけど、小型ジンバルはそもそもこの部分、この可動域がありませんので小型なんですよ。ということで全く使えなくて、ウィーヴィル S をもう一度購入しようかともちょっと思ったんですけど、いろいろ見ていきましたら、こちらのフェイユーテックさん、フェイユーテックさんは以前アクションカム用のジンバルでお世話になりましたので、その中でもこのスコープ C、スコープ、スコープ C、スコーププロと3種類あるみたいなんですけど、このスコープ C でも十分使えますというレビューがありましたので、これ購入してみました。するとウィーヴィル S よりもクレイン M3 よりももっとお値段お安いのに、こんなに長くなるんですよ。これでもバランスが取れるという素晴らしい商品だったんですね。ウィーヴィル S の何が壊れたかと言いますと、ここなんですよ。カチャ。こうするとロックが外れるんですね。こういうボタンが、全部で3つあるんですけど、この部分の堅牢さというものが素晴らしいんですよ。これお安いスコープ C なんですけど、上位モデルのスコープもスコーププロも同じ機構なんですって。ですので上位モデルと同じ機構を採用しているので、信頼性のある切り替えスイッチになってます。もうここが壊れてしまうとは思いもしませんでしたので、これは安心できますね。で、ほら今こうやって立ってますでしょ。こういう風にここの部分がこう立つんですよね。これを利用してこうやって立つんですよね。通常これも付属しているハンドルなんですけど、こういう形で通常は置いておくんですけど、これがなくても、これを使わなくてもこの部分で立つっていうのが素晴らしいですね。で、ここに液晶画面はないんですけど、ボタンがついて今何モードかっていうのはきちんと分かりますので、これは全く問題ないですね。で、当然ここを開けた状態でバランス取れますし、ソニーのこれ α7C なんですけど、カメラのコントロールもこちらでできるようになる。で、こういう状態でバランスを取りまして、ここら辺でほぼ来たかなっていうところで止めるですね。で、私はこれなんですよ。アルカスイスのものが、そのまま使えるように、こちら、別売のものを買いまして、ここでこれはつけっぱなしにしておいて、ここでカチャッとはめるようにしてます。するとバランスもここだけで取れますからね。それでは電源入れてみますね。カチャ、電源はここを長押しします。するとこのようにして、これでバランスが取れます。で、こちら長いタイプのレンズなんですけど、 28-200mm なんですよ。200mm のレンズをつけてジンバルで運用する方っていないと思うんですけど、ほら、こんなに長くなるんですね。こんなに長くなるんですけど、これでバランスが取れるんですよ。ここで合わせて、ここでバランスを合わせて、
って、まあこうやって取る機会はまずないんですけど、こうやっても自動でバランスを取ってくれるっていう素晴らしいものでしたね。ですので、スコープ C コンパクトというものなんですけど、実際にはあの上位機種と、何ら変わらない自重を支える力があるということですね。はい、それではこちらのジンバルモードをご説明したいと思います。はい、まずこちらですね。この M を押しましたら、はい、ここに、ちょっと見にくいんですけど、こうライトがつきます。このライトによって変わっていくんですね。はい、ライト一つの、モードはパンです。はい、パンというのはこちらですね。この、横に振る、これがパンですね。でチルトというのは上下に振る、これがチルトになります。でロールというのはこういう傾きですね。これがロール。パン、ロール、チルト。パン、ロール、チルト。はい、でこれは今パンモードになります。パンというのは横に振るとカメラも横に振るというモードになります。で上には動かないです。まっすぐ向いた状態ですね。上にはまっすぐ向いた状態でも横には振る、これがパンにフォローするモードですね。パンモードはこの横の方向ですね。横の方向だけに追従しますので、よし、テルちゃんを撮ってみましょうね。テルちゃんを撮るときに横の方向をこうやって、でこの方向で撮るときにこれがこうなっても上向かないんですね。テルちゃんの方向をずっと追従していくというモードになります。はい、次にパンとチルトにランプがつきました。これはパンの方向にも追従しますし、チルトの方向にも追従しますよという、パンの方向とチルトの方向に追従しますというパンチルトフォローモードになります。これはパンの方向にも追従しますし、チルトの方向に追従するので、こうやって上に上げていくということが、下に下げていくということができるモードになります。横の方向にも追従しますし、上の方向にも下の方向にも追従するというモードになります。ただしロールの方向には追従しないというモードですね。はい、もう一度します。するとロール方向にもランプがつきました。これはパンの方向にもチルトの方向にも、あとロールの方向にも追従しますよというモードになります。3つボタンがつきましたけど、ロールの方向にも追従します。ですのでロールの方向、ちょうどバイクが行きましたね。ロールの方向、パンの方向、チルトの方向、すべてに追従するというモードになります。もう一度しますと点滅しているモードですね。これは何かと言いますと、先ほどはゆっくり追従していたんですけど、このチカチカモードにするとパッと追従します。スポーツ観戦とかでパッと向けたい時にパッと追従する、そういうモードがこの3つ点滅のモードになります。ウィーレースでいう GO モード、パッと追従する、パッと追従する、パッと追従するというモードになります。もう一度しますと消えます。このランプが全部消えた状態がロックモードになります。ジンバルによっていろいろ違うんですけど、ここのトリガーをカチャッと押した状態でロックするというものを今まで使っていましたので、ちょっと初め戸惑ったんですけど、ここが消えた状態がロックになります。例えば、はい、あちらの方向をずっと撮ろうという時にこのロックモードにすると、
ずっとこちらを向きっぱなしになるんですよ。対象物をずっと捉えながら、私が移動してもずっとそこの方向を向いてるっていうモード、これがロックモードですね。例えばあの灯台を撮りたいっていう時に、灯台を撮りながら、例えばあここちょっと横に行こうかなっていう時にも、灯台の方向をずっと向き続けているというモードになります。はい。でそれ以外に、この真ん中このボタンを押します。カチャすると、はい、上向きます。 VLS でいうボルテックスモードですね、回転モード、こうして使うこともできますが、この部分をカチャッと押しましたら回転するんです。こちらを向きましたら回転します。止めるときはこちら、はい、こういうモードですね。はい、この A のボタンを押すと VBS というボルテックスモードになります。ちょっと今マイクが干渉しているんですけど、これで右方向、右回転、左回転、左回転というモードが、この回転が自動でできるんですね。で全部に出力する FPV モードというのは、こちらを押しても、FPV モードになります。ここを押しましたら、ここの3つともランプがつくということになりますね。次にこのトリガーを 1,2,3 押します。すると自撮りモードになります。このトリガーを3回押すと自撮りモードになります。 1,2,3 これでまた戻ります。ここに A というボタンと B というボタンあるんですけど、これは例えばこの場所で A を押します。でこの場所で B を押します。すると A の場所に先ほどの位置、 B の場所に今の位置を固定しましたので、これでこうすると A の位置まで動いてくれるというモードになります。はい、以上ですね。はい、このような商品になります。本当にこれ素晴らしいですね。このバランスがむちゃくちゃ上手に取れるっていうのに本当に素晴らしいなと思います。でこれ通常は 31,900 円なんですよ。 31,900 円だけでびっくりですよね。でそれが Amazon ってタイムセールってあるじゃないですか。そのタイムセールでたまたま見つけたんですけど、その 31,900 円からなんと 8,000 円引きだったんですよ。信じられないですよね。この 8,000 円引きっていう、もう 24,000 円ぐらい、24,000 円でこれだけの商品が購入できるっていうのをびっくりして、もうポチッとしてしまったってことです。